はい、じゃあ後ろから答案用紙集めて。はぁ、これでテスト終わりか。そんなできなかったの？クソデカため息ついて。もうちょっと手応え欲しかったっていうかね。トーマはどうだった？普通にできただろうね。レオはダメだったでしょ？腹立つ聞き方すんな。え、できたの？普通にダメだったな。期待もしてねえし。なんだ。それより今週末の話聞いた？何？ミウたちが久しぶりに集まろうって。行きたいけどダメだ今週は。なんでだよ、彼氏の束縛か？だったらトーマも来いや、それで解決だ。何も言ってねえよ、行かなくていいし。今週末はね、家族みんなで一泊旅行の予定なんだ。何気に初家族旅行だよね。確かに。しかも温泉楽しみ。へえ。てか親は知ってんの、お前らが付き合ってること？うん。ああ、知らないよ、言ってないし。再婚してまだ1年くらいだしさ、パパにもママにも余計な心配させたくないから。普通にバレてそうだけどな、お前らナチュラルにイチャつくし、公衆の面前で。今嫌なこと言わないでよね、旅行楽しみにしてるのに。気をつけろよって親切なアドバイスだろうが。何何、旅行行くの？パパ、おねむは？おねむはにゃんこ専用のホテルに泊まってるよ。よし、みんな乗ったね、忘れ物はないかな。はーい。じゃ出発します。キサキ、酔い止めの薬飲んだ？飲んでない。飲んどけ、水もあるから。旅館のチェックインまで少し時間があるんだよね。温泉街によって何か食べようか。私、お団子食べたいです。インスタで見た気になるお店が。お、いいね。あったかくて美味しい。甘辛最高だわ。醤油団子とあんこで二度美味しい。しかも焼きたてね。私、全部あんこにしちゃった。醤油もいいな。じー、トーマは全部醤油だよね。うん。一口ちょうだい。またかよ。まあいいけどさ、これ。あ、これ前にレオに突っ込まれたパターン。イチャついてんじゃねえよ。やばい。もうえなってば、食い意地張って。美味しいよね、醤油団子も。あ、うん。トマくん、キサキにも一口。はいはい。そろそろ時間だね、旅館に向かおうか。行くよ。最新のリボン2月超特大号は2024年もシュワキュン大増量。表紙&感動カラー43ページ村真由先生のハニーレモンソーダ。新年の初キュン読み切り32ページキュンキュン先生の2024は絶対。エト漫画が今年もやってきた。読み切り32ページくまちゃん先生の2人のタツノコ。そして今月の付録は FM リボンローファイバインダー手帳2024、クリア素材×パープルがおしゃれ。表紙裏表紙は牧先生のイラストだよ。今年のテーマはチルなラジオ番組マンスリーカレンダー。オールカラー56ページのオリジナル記事も超必見。手帳を開けば自分だけのラジオ時間、盛りだくさんの手帳で2024年を共に歩き出そう。さらに閉じ込み付録、占いブック、ミミタズファンタジーフォーチュンもついてくる。リボン2月超特大号は大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も見てね。バイバイ。